皆さんこんばんは、えななです。今日で今年も最後になったんですけど、ずっと以前よりこちらの動画をご視聴されている方も、今年が初めてだった方も1年お世話になりました。最後の動画ということで、今回何しようかなと思って、リクエストをちょっといただいているので、今日はそちらを仕上げていこうかなと思います。で、今日はだいぶ初心者の紙物初心者さんが結構見てくださるようになったんですけど、初心者でもできる簡単な仕掛け作りを3つやってほしいということで、今日はちょっとそちらをやっていこうかなと思います。で、作りかけだったファイルがこうあったので、こちらを完成しつつ仕掛けを取り入れていこうかなと思います。で、まあパタパタとかも入れたかったんですけど、もう過去に結構やってるので、そちらは過去の動画を見ていただいて、3つやっていこうかなと思います。では早速やっていくんですけど、過去にもやったことはあると思うんですけど、一つスライドの方をしていこうと思います。で、今回これ、折り紙サイズで作っているので、 15×15 の土台でやってます。で、こちらのページ自体は 14.5×15 のページになっております。まずは片面にページにしたいところにお好きなペーパーを貼ります。私はだいたい 2-3mm、 ページよりも 2-3mm 短くしていつも作っています。基本的にはペーパーとメモとかがあればできる仕掛けをやっていこうと思うので、折り紙サイズであれば折り紙でもできるので、そちらで作っていただけたらと思います。で、ここに貼りたいんですけど、蓋をつけたいので、ページを作った時に余ってる画用紙とかで、縦は同じサイズで画用紙をカットします。1cm、 横幅は 1cm 折れ線をつけて、これを蓋にするんですけど、これで蓋にしたいサイズ分ほどでカットします。今回は5cm でいこうと思います。ちょっとこの角っこをカットします。で、ページがこう土台につけるようにこうなってるんですけど、こうやって貼られる場合にはこの中側に、こちらのページにつけたい場合はこちら側に両面テープを貼ります。じゃあ今回ちょっと中側に貼って裏側につけていこうと思います。で、角をちょっと三角にカットしてから貼り付けます。
この蓋をつける時のポイントとしては、折れ線よりもちょっと外してやるとこう曲がりやすいので、あんまりギリギリに貼っちゃうと蓋がきつくなるので、こんな感じで隙間を若干1ミリぐらい開けてもらって貼り付けると綺麗に収まります。で、まずはこちらの面にペーパーを貼って、こちらの面にもペーパーを貼ります。で、次に準備するのがトレーシングペーパーです。で、こちらデザインペーパーでも全然問題はないんですけど、ポケットにしたい素材のペーパーと思っていただいたら、で、ポケットが、ポケットというか、あの蓋で隠れるぐらいのサイズ、今回は、11.5 ぐらいにしようと思います。 11.5 でマチをつけるので 12.5 で幅を取ります。で、1センチほど折れ線をつけます。今度は横にして 1センチマチを取ったら、5ミリの線を2本引きます。で、その折れ線からこのペーパーの土台のペーパー分ほどのところで折れ線を引きます。今回 14.6 ぐらいで折ってるので、それよりも若干気持ち大きめにしていただいて、折れ線をつけたら、そこからまた5ミリをの幅で2本引きます。で、1センチのりしろ部分を取ったらカットします。ここは今回あのマチ付きにしているので、この折り方なんですけど、もしそのまんまでいいっていう場合は、5ミリとか1センチだけのりしろ部分を作ったら大丈夫です。で、ポケットができるようにこう三角でカットします。今回はこのようなポケットを準備します。準備したらまた画用紙を使って
今回こちらが大きさ的に 1.5 ぐらいの幅の長い画用紙を準備します。で、1センチぐらいのとこで折れ線を1回つけます。でした時にこのポケットに仮でここを1センチ分ほどくっつけて、そこからポケットの幅で折れ線をつけます。またそこから1センチ分残してカットします。こんな感じで、で、ここにペーパーかマステを貼ります。こんな感じで貼っていただいたら、また画用紙を 1.5 か、そのパーツにしたい大きさにもよってはくると思うんですけど、1センチかそのぐらいの長い紙を準備します。そしてここに一周巻いて貼り付けます。でこのコツとしては、こう巻いて貼り付けるんですけど、例えば切れ端とかを準備していただいて、ちょっと厚みを取ります。ちょっと薄い紙だったら3、4周こんな感じで準備して、ここを一度間に挟んでから、こちらをギュッときつくして貼り付けます。で、これを例えばこう一緒にして、こんな感じで貼って抜きます。そうすることによって、このスライドがきつくも緩くもない感じになってくるので、ちょっとかませた方がやりやすいです。このパーツができたら、このど真ん中にここと、ここに貼り付けます。こんな感じでセンターを印つけておくと貼りやすいです。
こんな感じでできたら両面テープをこののりしろ部分に貼っていただいてポケットをつけます。こんな感じでこの部品ができたらこちらのところにもお好きなペーパーで蓋のところにペーパーを貼っていきたいと思います。で今回私はこちらのミントちゃんをパーツにしていこうと思うんですけど、これだとちょっと弱いので画用紙に貼って補強します。で画用紙ごと一緒にカットしていきます。両面テープを貼り付けます。こんな感じで貼っていただいたらこれで蓋が閉まる形で、でここを動かすとオープンするという形で比較的簡単な仕掛けかなと思います。で、気をつけた方がいいのはこのポケットの距離と蓋までの距離とこのパーツの大きさによってここのあんまりこれが大きすぎるとここにくっつけたとしてもここはページで止まっちゃうので、これが完全にいかないとかそういったあんまり小さいと今度は蓋のロックがこう浮いてしまっていかないとかそういったことがあるので、そのサイズ感だけちょっと気をつけていただいたらと思います。じゃあこれ簡単にこんな感じでできるので、一つはこちらになります。で、続いては2つ目の仕掛けで、次は、ポップアップの方を仕上げていこうと思います。で、こうページがあったとしたらこう開く形にしたいので、こう蓋見開きになるように作っていきます。横幅が 14.5 なので 15.5 でカットします。でこの縦の長さでカットします。
先ほどやったみたいに蓋と同じ感じで無理しろ部分を作ってこう開く形で、で見開きファイルとかで作られる場合はもうこのまんまこんな感じでこちらをそのまま使っていただいたらと思います。こんな感じで見開きになるページを作ってください。でそしたら、こちらとこちらにペーパーを貼っていきます。こんな感じでペーパーが貼れたら 8×11cm の画用紙を準備します。私は本当はここメモを使いたかったんですけど、ちょっといいサイズがなかったのでちっちゃいサイズでこんな感じで、でここにポケットをつけようかなと思います。
で、このサイズのポケットが入るようなものを作ります。そして、今度は 4×10cm の画用紙を準備します。で、そしたら1センチほど折れ線をつけます。1と3になるようにしていただいて、次は、6と4になるように折れ線ではなく6と4になるように3センチの方の上に6センチのとこで横から6、ここに印をつけます。で、下側の3センチのところで印をつけます。で、ここは 1×3 ほどカットします。ここの印分までをこの長方形をカットします。で、カットしたら今つけたこの印からこの点までに折れ線をつけます。同じようにこちらからこの角っこに向かって折れ線をつけます。こんな感じで、部品が出来上がったんですけど、ここはちょっと見える部分になってくるので、ここが嫌だったらここにペーパーを貼り付けます。こういうイメージになるので、もうせっかくなんで、ここがもったいないので、ちょっとこちらにもポケットをつけていこうと思います。
で、こんな感じで事前に片方だけポケットつけておいたら、こちらのパーツなんですけど、ここに角っこに貼りたいので、ここが直角になるように、でこの折れ線がここになるように、この三角の部分だけを貼り付けます。で今度はここの1センチ部分なんですけど、こちら側に塗り付けしていただいて、このまま折れ線の位置と合わせてこの部分に貼れるように貼り付けます。ちょっと真ん中よりは若干外した方がいいと思うんですけど、ここの部分に塗り付けしていただいて、こちらを貼っていただきます。でしっかり乾いたら一旦ちょっとこう取りますね。で、倒す時にここがちょっと隙間が空いてくると思うんですけども、それを押さえながらしっかりと貼ってください。離れそうになってもしっかりとこう。で、すると、こんな感じで、ポップアップの完成です。なんで、ここと、ここにポケットが付けられる。あれだったら、ここにもポケットを付けていただいて、1、2、3箇所という感じで、倒すときにはちょっと力がいるんですけど、こんな感じで、簡単に、ポップアップの完成です。で、最後の仕掛けになります。ちょっと最後は難易度を少しだけ上げて作っていきたいと思います。私も最近覚えた仕掛けでサイズ展開を変えるのが初めてなので、ちょっとおぼつかないところがあったらちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。で、いつものように先ほどのようにページをこう作っておいたら、こう見開けるようなページを作ります。でこことここにペーパーを貼ります。で、ペーパーが貼れたら、次は、長い画用紙を準備するんですけど、この幅今 14.5 なんですが、それよりも3センチ長くして、幅は4センチで準備します。私はもう測らずに後でカットしようと思うので、長いものを準備したらまず1センチで折れ線をつけます。で、
折れ線をつけたら、そこからカットしよう。16.5 でカットします。ここからちょっとサイズ展開が間違えた、 17.5 だ、4センチですね、4センチ長くかな。と4センチ幅で、1センチほど折れ線をつけて、でこう折った時にここから2センチ外したところからこの幅 14.5 を取って、またで1センチ余分が出るサイズでカットします。そうするとトータルが18.5なんで、 4.4 センチプラスで作る感じですかね。端からどうしようかな、7センチのところ、こっちは7センチのところで折れ線をつけます。この折り紙サイズの場合ですね。こんな感じで、で、この曲がったこのど真ん中のところから2センチ外れたところで、ここ真ん中合わせていただいて、ここ2センチがここなんですけど、ここにこの1センチが貼れるようにつけます。なるべく真ん中がいいので、ここに貼り付けます。で、ポケットというか、ここの土台を作るんですけど、これを貼り付けたいパーツを使うので、縦を14.5でカットします。で横は、6センチにします。6センチじゃ足りないので7
7にします。いけるか。で、端っこを1センチずつ折れ線をつけます。そしたら、この幅が7で、ここ今7だったんですけど、ここは5、7足す5で、この7とここは2センチ引くので、5で12センチかける4の、パーツを準備します。端からこのところで折れ線をつけておきます。こんな感じ で、これ自体ここに取り付けていくんですけど、このど真ん中に端っこに合わせて、まあ半分ぐらい貼り付けます。これは置いておいて、こんな感じで大体でいいんですけど、まあ3センチぐらいかな、3センチぐらいをこのど真ん中に、今が 12.5 なので、こんな感じで真ん中に貼り付けます。ぎゅっとしっかりここのポケットの幅に合わせて、折ります。そして、こう開いた時のこの折れ線から2センチ外して、まあ、ここがちょうど2センチなんで、この状態でいいと思うんですけど、ここがぴったり合う感じで、それでこことここをページにくっつけます。
この折れ線から2センチ外して、ちょっとわかるように、ここに線つけます。そして、この線に沿うようにと、ここが重なり合う真ん中で、場所を決めたら、こんな感じでこのポケットのこちらを貼り付けます。で、そしたらこの面にボンドをつけて重なり合わせます。で、こう下側をこう一度引っ張っていただいて、ここで下側の折れ線があると思うんですが、そこが、なんかどこくっついちょっと最初は折れ線がしっかりついてても、あの画用紙自体が弱いので、こんな感じでできるようにします。で、今なんでスムーズにいかないかって、ここの画用紙自体が弱いので、ちょっと強度をつけるためにもう1枚ここに重なり合わせ貼ります。で、続いてはこの大きさ、のりしろを考えない大きさの 12.5×7cm のペーパー、画用紙を準備します。で、そしたらこの部分、出てる部分にこちらの台紙を貼り付けていきます。で、ちょっと隙間が空くぐらいで、左右はまっすぐなるように、貼り付けます。しっかり乾いてくるとこんな感じでスムーズに倒れると思うので、こうやって開く感じで、サイズ展開が変わっても一応できましたね。今の感じでペーパーから何センチプラスという感じで、で、こことここで、ここにペーパーを貼ります。
こんな感じでペーパーを貼ったんですけど、閉じるとちゃんと収まってくれて、これを開けるとこう開く、この足掛けで意外と見てるよりはやってみると簡単なので、こんな感じでどうかなと思うんですけど、あとはこっちもポケットをつけていただければ、でここもポケットをつけたりしてもいいので、ファイルにも十分使えるかなと思います。こんな感じで比較的私的には簡単かなと思って、ちょっと今回動画をしてみたんですけど、初心者の方もちょっとぜひチャレンジしていただけたら嬉しいです。それでは今日はこのくらいで、また来年もいろいろと皆さんで楽しめるように紙活をしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは良いお年を。